みちょぱんとアイちゃんのママムテレー鍋やるぞ。鍋だ鍋。さあ今日鍋やりますね、うん、やるみたいですけど、お腹ついてるでしょ。ついてますよ。今日もこれめちゃめちゃ餃子あるから。ただこんだけあるってことは、この世代間でのこのバトルありますよ。何系だって鍋は一つしかないんですよ、うんうん、ってことは1個しか多分作れないわけ。そうですよ。喧嘩ですから。もうどう考えても俺あっさり系のね、いやいや、だし効いた感じ。どう考えてもキムチ鍋。そんなまあ美味しいけどね、ちょっと味が偏るじゃない。いやいやいや、だしから作らせてよ。だしなんて水ちょっと入れて、ちょっとこのだしいろいろふんだんに炊かして俺に。いや、だしよりはなんかもう決まった味の方が一番安定で美味しいんですよ。いやいやいや、失敗するかもしれないやっぱだし。絶対しない、信じて。とりあえず出汁だけ入れさせて、でそっからこっちの方向行こうっていけるから。うーん、ちょっと材料見てくるわ。ちょっと時計置いとくから。何振り、いや振りじゃない、野菜と何とか。はい、カルティエ。カルティエじゃないこれ。カルティエの腕は見てたけど。あ、カルティエ、そのうちの親父が競馬で昔買ったの。競馬かい。金ですよ、金のカルティエ。競馬かい。これおいくらぐらいですか。いや、わかんない、親父のやつだろ。貴重自慢するんじゃない、金やったら。マジ食べ。いやいや、バレてる、バレてる。野菜一番下で、で、昆布入れて、うん、この魚のやつで、で、ここにカルティエの出汁が、カルティエの出汁カルティエの出汁一回出汁だけ作ります。ね、あの土鍋のあれがある、あるって。そう、強火でドンとつけてください。つけます。はい。点火。来た。来た。強火。OK。待ちます。何分？数えて。10分弱ぐらいですね。あのシューって出ますから。あ、そっか。とりあえずここにあった、はい、昆布とカツオ、ウルメ、焼きアゴ、サバだしとか全部のだしを入れてますよ。天然だしで、ニンニクちょっと入れて、ちょっと沸騰するまで。沸騰したらちょっと渋みが、えぐみみたいに出るから。具材は、具材ね、どれでもいけると思うんですよ。豚と、はい、キノコと、牛も楽しそうですね。あとニラとか、ウインナーと鶏もちょっと入れてみます。僕ね、絞るの嫌いなんで全部入れるんですよちょっと生姜も入れてみましょう。香りですよ。これはもう、鶏ガラですね。あんな絶対あんな油もったいないから、これお酒です。現場によって全然違うのね。キャバクラやってるからゆっくりどうぞ。はい。キャバクラ道をやってるからどうぞ。道を。スナック道をかな。スナック道をか。道をさん、卵はどうですか。任せる。生卵好き。あ、別に好きです。普通に。はいはい。まだ。鶏肉です。でもね、もうあのこんだけシューッ言ってるからもう、もう、もういいの、うん、消す、切りまーす、はい、どん、はい、ウインナーです。忘れちゃいます、すいません。あの、これ12分くらい待ってください。あ、1分くらいでした。すごい湯気に湯気にやられてる。抜群じゃん。なんか言ってる。嘘だろ。いい感じ。だし抜群じゃん。マイケシャー。吉村さんのさ、車紹介でもうすぐ100万再生いきますよ。ありがたいことね。すごくない。買えるかも。いけちゃう。うん、わからない。でもなんか他の番組でこの人半年以内に買うらしいですよって言うと、いやいやいやみたいなこと言うんですよ。弱気なに。料理に響くよこれでいける。豚肉です。ニラ入れました。忘れてた。はい、いや、今は超短くできます。牛肉入れちゃおうかな。
幅がちょっと勢いでね、初めて牛肉入れますけど、どんなものになるのかなっていう。そっち持ってきます。はい、まぶまぶ出来上がりです。サクッとできました。できました。スナック道をやってる間に、はい、はい、行きましょう。オープン。ありがとうございます。おー、美味しそう。ありがとうございます。のろ鍋だ。のろ鍋の原型です。え、うまそう。やっぱこれはレベル高いわ。はい、そうです、そうです。もう匂いがうまいもん。豚肉とニラをこう一緒にね。とりあえずはそれね。はい、食べていただいて、その後もうポン酢とかもつけずにいいですよね。はい、でポン酢もございますから、ポン酢と卵の黄身でいただいてもいいんじゃないかな。いただきます。熱そう。絶対熱いじゃん。美味しい。まあ素材の旨味は出てんなともう感じる。いただきます。うん、うん、おいしい。あっさりしておいしいでしょ。うん、ポン酢つけていいですか。早いな。出したらしめてほしいんですけど、若干薄いなって思って。そう、若干薄い。まんまの味って感じ。まあそれもいいんですけど、普段濃いの食べてるから。で、ここにまずポン酢いくじゃないですか、うん、その後、卵の黄身だけ入れてください。ポン酢うまきた。そうなんです。卵の黄身だけ入れてください、その後。ポン酢おいしい。ポン酢おいしい。ポン酢おいしい。鍋おいしいんだけど、今日はです。うわ、お肉大量。うん、うん、うん。え、ここに、ここにポン酢と卵の黄身、あと海苔入れたらもっとベストなんですけど。え、なにそれ。ポン酢と、うん、卵割って黄身だけ。黄身だけ。見て、美味しそう。ちょっとこっちにも見せてあげてください。こっちの方がいい、うん、そっち。見て、美味しそう。ね、めっちゃ入れるじゃん。薄かったんじゃん。なんか言う、ね、なんか言うてるよりどんどん足し、まあいいのね。薄かったんじゃん。いいんです、いいんです。いただきます、はいはい、ポン酢と黄身。うん、素晴らしいでしょ。素晴らしい、素晴らしい。どこ見たらいいか分かんねえ。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。で、海苔も入れてください。お、あ、そっか、海苔もある。いきますよ、せーの、どーん。あー、美味しそう。できてる、できてる。ちょっとグッと混ぜてみてください。はい、熱いでしょ。いや、大丈夫。あー、いいね。はい、いい感じ。うん、うまいでしょ、卵との。おいしい。ヒロさん、食べてみてください。あ、いただく。どうですか。海苔もいいですね、これ。いいんですよ、これ。いいわ、手軽でしょ。プラス海苔。あ、海苔。うん、ポン酢、卵に海苔、手軽でしょ。ね、お米入れてほしい。一口食べてもらって、はい、その後ポン酢。やっぱこのお米が一番。うん、これ歌いながら炊きたて、うま。吉村鍋ね、特製吉村鍋。ちょっと時間かけないと、もっと本当は出汁をしっかり取れるんですけど、ちょっと薄いかもしれません。うまっ。あ、素材の旨味がめちゃくちゃ出てるやんか。テレビやってんな。あー、染みてるわ、出汁が。嫌味やないね、ほんでしかも全部嘘に聞こえる。変えるんだったらここにキムチを入れても面白いです。自分に入れてもいいですもんね、だってこれ。私キムチ勝手に入れちゃいました、キムチ鍋。すごいな。このベースが野菜入れたら薄くなっちゃったんですよね。あ、そう。勝手にキムチ鍋。あ、はい、いやー、どうじゃ。うまい。ありがとうございます。もう何でもいけますから、これ。味噌入れたら味噌っぽくなるし、うん、もうこっからはもう何でもいけます、はい、うまい、うまい。またちょっと普通のキムチ鍋じゃなくて美味しい、これ。まあ、こういうか、ね、これがいったの初めて。この卵を入れて食べるとかを初めてやろう。よかったね、おじいちゃん。なかったからね、卵が高級品だったから。いつの時代だよ、ね、生きてる間に食べれてよかった。まだ未だにコメントでジジイ出てくんな言うてる。気にすんなって。気にすんなって。まだ気がついてる。どうしたんですか、おじいちゃん。どこのキムチ。キムチ、え、
おばあちゃんもういないの。おばあちゃんもいないの。普通に夜ご飯食べに来たみたいな。いや、いいんじゃないですか。うん、だ毎回こうすれば、うん、ね、取ったのと最後一本はなんかご飯の感じを。カレー作るなりなんか。はい。そう、はい、どうぞ。美味しいカルボナーラを作りたいの。ちょっと待って、なんて言った。美味しいカルボナーラを作りたい。うちの専門です。え、そうなの。マジで。何専門って、初めて聞いたんだけど。じゃあ次回カルボナーラやらさせていただいて。過去に一回作ったんですよ。はい。ね、それこそ彼氏が大好きだから。なるほど、分かりました。作ったら全然美味しくできない。味が薄くなって、あと硬くなっちゃうじゃん。何入れたんですか。絶対失敗しない方法ありますから。あのね、卵かけご飯の感覚で私作りますから、見ててください。何それ。次やろう。はい、うん、次やろう。これみちょぱさん、どんな不器用な人でもうまくできます。なんかトリュフとか入れてみたいやと。ああ、それはもう後からアレンジでいけますよ。とりあえずパンチェッタだけ買っといてください。パンチェッタ、パンチェッタベーコン、はい、はい、生卵、麺、はい、パスタの太さとか別にそこまでも、うん、どれでも対応できます。ありがとうございます。本当かよ。なんかかっこいいな。ありがとうございます。いや、でもちょっとやりたいな。どうしたらもう彼氏に作ってあげな。ね、作ってあげる、うん、次はじゃあカルボナーラで決定です。マブマブ。でもめちゃくちゃ美味しかったですね。よかった。なんかゆったりで、結果おのおの好きな味付けもできましたし、美味しかったです。吉村さん、ゴチです。はい、またお願いいたします。登録、高評価お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。